僕ももっともっとアドリブ力あるなと感じられるように日々ノートをつけていこうと考えていますので、皆さんも一緒にやりましょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の議題はズバリアドリブ力でございます。後にコメント読みをさせていただきますが、ゲリラ配信を多くやるようになってアドリブ力について視聴者様から質問されることが増えました。僕自身全くアドリブ力には自信がなかったんですが、あるなしというのは数値では測れませんからね。ただ口述させていただきますが、確かにアドリブ力というのはないよりはあった方がいいのは間違いないことです。臨機応変さ、いざという時に頼りになるとも言い換えられます。恋愛面においても仕事面においても人生あらゆる場面ですぐの対応を求められる時がたくさん存在しますから、今日はそんなアドリブ力について解説していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこう会、感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト SNS ご視聴フォローしていただけますと幸いです。ではまず数点コメント読みをさせていただきます。ケンケン先生、僕は臨機応変な対応が大の苦手です。想定をしていないことが起こると頭が真っ白になり、たびたびパニックになってしまいます。アドリブでとっさの対応を乗り切れる人にいつも憧れを感じます。こんな僕でもアドリブ力を上げることはできますか。もう一通。ゲリラ配信なのでチャットの返答は予期できないはずですが、どうやってすぐに何でも返答できるのでしょうか。ケンケンさんはアドリブ力をどうやって鍛えたのか教えてください。さらにもう一通。女性との会話ではアドリブ力が大事だと思っています。僕はその辺が苦手で、パッとうまい返しができずに、後でああ、あれを言っていればよかったと思う場面が無数になります。やっぱりアドリブ力はモテ度と関係がありますが、モテたいんですというものでした。僕はあまりうまく返せていない方だとは思いますが、だからこそ毎日のように配信をやって皆様からのチャットの返信をできる限りスムーズにしたいと日々修行中なわけです。ただ質問者様がアドリブに弱くて悩んでおられるのが文面からも伝わりました。結論からお伝えすると、僕くらいのレベルのアドリブ力なら今日の動画で話すやり方さえ続けられれば、おそらくは誰でも上げることが可能です。というわけで今回はアドリブ力をアップさせたい人、日常で予期せぬ事態に慌てやすい人、アドリブ力を発揮してモテたい人、これらの人に向けて語っていきましょう。本日の項目です。項目1、アドリブ力なんか存在しない。項目2、ラッシャー板前から学ぶアドリブ力の上げ方。項目3、なぜ中居正広氏はどんな事態にも対応できるのか。項目4、最強アドリブ力男性大物司会者 S。 項目5、リフレクションがアドリブ力を上げる。項目6、リフレクションノートを作ろうの6項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、アドリブ力なんか存在しないです。のっけから今日のタイトルを覆すような項目名でして申し訳ございません。本当はこの世にはアドリブ力なんてものは存在しません。これだけお伝えすると誤解を与えそうなので補足させていただきます。まずアドリブ力という言葉は過大に評価されている面があります。アドリブはもともとラテン語が語源で、好きなようにを意味する音楽用語でした。それが転じて今のように日常の場で使われるようになっていったのです。その場その場の最適解をスピーディーに導き出せる人はアドリブ力が高いという評価を受けます。アドリブ力があると聞けば、即興で何かをゼロから生み出しているイメージがありませんか。無から有を生む先天的な才能のような気さえしますが、まずここが誤解されております。アドリブ力がある人を細かく定義すると、引き出しをたくさん持ち、臨機応変に正しい引き出しから答えを選び出せる人となります。次はあるアナウンサーの発言をもとに、そもそもアドリブ力とは何かを深掘りしていきましょう。次の項目です。項目2、ラッシャー板前から学ぶアドリブ力の上げ方です。懐かしの名前が出てきましたが、この項目ではとある女性にアドリブ力がつくまでのお話をします。フリーアナウンサーの本田真由美さん、彼女はシステムエンジニアからアナウンサーに転職したキャリアの持ち主です。本田さんは新人アナウンサー時代、上司から君は自分の判断で話さないようにと何度も釘を刺されていました。もしかしたら自由に喋らせると危険なやつと思われていたのかもしれないですね。自身はアドリブが得意ではないと自認している本田さん、人前で話すことも苦手でアドリブも弱かった彼女ですが、ある人との出会いによってアドリブ力習得のコツを知ります。その人物の名はラッシャー板前さんです。ちなみに1981年の田園コロシアムで新日本プロレスへ他団体から殴り込みをかけたのに、第一声が礼儀正しいこんばんはで観客をずっこけさせたのはラッシャー木村さん。こちらは愛されプロレスラーですね。
ラッシャー木村氏からラッシャーの感銘をもらい、今も芸能活動を続けているたけし軍団のラッシャー板前さん。本田さんはラッシャー板前さんとテレビ朝日系列の朝田生です旅サラダで共演することになります。食レポ中すらすら自分の言葉で流暢に話すラッシャー板前さんに感銘を受けた本田さんは、ラッシャー板前さんはどうやって食レポを勉強しているんですかと尋ねました。優しいラッシャー板前さんは、新幹線の車内サービス誌トランベールが参考になるよと教えてくれたそうです。ラッシャー板前さんのやりとりで、本田さんはアドリブ力はゼロから生み出すものではない、すでにあるものの中からチョイスする力なんだと目から鱗状態になりました。本番に向けて入念に事前準備をしておけば、アドリブ力はおのずと上がるというわけですね。ここを勘違いして下準備をせず自分の感性のみで突っ走ると、ラッシャー木村氏のように周囲をずっこけさせちゃいかねません。ラッシャー木村氏のこんばんはは、橋本真也選手の時は来たそれだけだに肩を並べるプロレス史における名言です。話を戻しましょう。続いては中居正広さんを例にシミュレーションの重要性について解説します。次の項目です。項目3、なぜ中居正広氏はどんな事態にも対応できるのかです。ダウンタウンの松本人志さんと、放送作家で松本さんの幼馴染の高須光義さん、彼らが面白トークを繰り広げる人気ラジオ番組放送室、皆さんご存知でしょうか。この放送室の中で松本さん、高須さん、中井さんたちで飲みに行った際に、テレビ収録時のアドリブ対応の話になったことがありました。松本さんといえば誰もが認める大天才、アドリブ力もかなり高い印象があります。そんな松本さんでも、やっぱり急に動揺するようなことを言われたら顔を引きつってもうたりするということを飲みの場で明かします。松本さんは中井さんに対して、自分アドリブで対応する力が強いよなと称賛します。しかし中井さんは、松本さん違うんですとこれを否定。僕はね、本番前にシミュレーションするんですよ。今日松本さんと絡むってなった時に、松本さんがこんなことを言ってきたらこんな顔をしようとか、10種類20種類考えるんですよと返しました。タレントに密着するドキュメント番組では、本番前にタレントが一人になり集中して何かを考えている場面が映される場面も、一体彼らは何を考えているのでしょう。おそらく中井さんのように脳内であらゆる状況をシミュレーションしているはず。番組を仕切る MC ともなれば、1回の収録でたくさんのタレントと絡みます。脳内であの人がこうボケてきたら突っ込もう、こんな話をされたらこう切り返そうなど、無数の引き出しを作る地道な作業をしているからこそ、妙な間を空けずにテンポよく番組を進められるのです。もうお分かりですね。アドリブ力というのはとても地道な努力の積み重ねなのです。アドリブ力を向上させるのにシミュレーションが大事だということが分かりました。しかし僕はもっとアドリブ力がすごいと考える有名人がいています。おそらく彼はそのアドリブ力から数多の女性タレントとの浮き名を流したんだろうと推測できます。次の項目です。項目4、最強アドリブ力、男性大物司会者 S です。全ての有名人、芸能人を知るわけではありません。しかし僕がアドリブ力、そこから来る会話のうまさ、それが最強レベルだと考える人物がいます。それが大物司会者 S さんです。とある事情により芸能界をだいぶ前に引退されましたが、元気でテレビに出演されていた際には、その会話のうまさに度肝を抜かされました。今日の話題、アドリブ力ならばズバ抜けていたはずです。様々な噂があり、決まっている一般視聴者さんも多いと予測できます。そんなアンチでさえも S さんの会話力はさすがに認めざるを得ないレベルでしょう。そして本日の相談者さんは、アドリブ力とモテ度の話をされていました。大物司会者 S さんは決してイケメンではございません。他のタレントからも、顔がわらじみたいな形だと失礼な言われ方をされるぐらいのフェイスです。そんな容姿なのに、彼と噂になった女性タレントは、小林麻耶さん、星野亜紀さん、熊田曜子さん、四和さん、高橋みゆきさん、大木ゆきさん、伊藤美咲さん、渡辺紀子さん、藤原紀香さん、井上若さん、島谷ひとみさん、里田舞さん、神戸蘭子さん、矢口真理さんなどなど、正直一般の男性からすると、人生で一人でもゲットできれば勲章ものの超ハイレベルな女性タレントさんばかりです。それをわらじと顔を称された男性が一人で落としてきた噂があったというのは、尾ひれ背びれはついているかもしれませんが、当たらずともいえど遠からずでしょう。無論彼の権力や権威はあったでしょうが、今日の議題、アドリブ力と会話力ならば、彼は女性からモテるのは腑に落ちます。たまに僕がこのチャンネルで例に出す T 社長も同じような能力を持っています。ので本日の質問者様の一人がおっしゃられておりました、アドリブ力が高いほど女性からモテるというのは、どのくらいかは分かりませんが、相関性はあるというのは事実でしょう。モテたいと願う本日の視聴者様のために、続いてアドリブ力をアップさせる上で、シミュレーションと同じくらい大切なリフレクションについて解説します。次の項目です。項目5、リフレクションがアドリブ力を上げるです。
1993年頃、大砲薬品のチオビタドリンクの CM で、反省だけなら猿でもできるというフレーズが生み出され流行りました。日本人は何かと反省しますと口にするほど反省が大好きです。反省とよく似た意味合いを持つ言葉に内省という単語がございます。ここからは心理学のバレー内省という意味合いでよく使われるリフレクションについて語っていきましょう。反省は振り返って考えることという意味ですが、過去の自分の言動に間違いがなかったかを突き詰めるというニュアンスが含まれます。責任追及や自分を裁いたり他人を裁いたりする際、反省という言葉がよく用いられます。一方の内省リフレクションは自分の心の働きや言動状態を顧みることです。反省が主観的、感情的なのに対して内省は客観的、自分を罰する傾向が強い人は内省よりも反省を選択する傾向にあります。反省ばかりしていると自己肯定感が下がり、自分はなんてダメなやつなんだと凹みかねません。しかし内省は今日の改善点はあそこだと理解できた、次はこのように改善しようと前向きになれます。反省よりも内省の方が未来志向になりやすいんです。長年人材育成事業に関わり、昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長を務める熊平美香さん、彼女は自助のリフレクション、自分とチームの成長を加速させる内省の技術の中で、リフレクションの目的はあらゆる経験から学び未来に生かすことですと述べられております。アドリブ力が求められる状況では、まずたくさんシミュレーションをすることが重要になります。本番でシミュレーション通りになることもあれば、想定外の事態が発生することもあるでしょう。そんな時にこそリフレクションを活用していただきたいのです。アドリブ力に長けている人も最初から臨機応変に対応できる力があったわけではありません。シミュレーションとリフレクションを繰り返した結果、最適解の入った引き出しをたくさん備えることに成功しただけなのです。最後にリフレクションノートについて説明します。最後の項目です。項目6、リフレクションノートを作ろうです。アドリブ力向上のためには地道な積み重ねこそが大事と語りました。質問者さんのようにアドリブ力をアップさせたい人におすすめなのがリフレクションノートです。人は書くことでより認識を深められ気づきを増やせます。東亜大学人間科学部スポーツ健康学科の准教授山崎正幸氏は2010年に執筆した論文の中でリフレクションノートの有用性について解説しています。リフレクションノートをより身近に実用的にしたのが株式会社スタイリッシュアイデア代表取締役の荒井博之氏です。彼の提唱したリフレクションノートの書き方は至ってシンプルです。ノートを縦に3等分し、上部に K 保つ、 D 捨てる、 A 追加と書くだけです。K、キープの欄には、うまくいっており、今後も継続していくことを記します。D、ディスカードの欄には、良くないこと、今後はしないことを記します。A、アッドの欄には、経験を踏まえた上で、新たに始めたいこと、挑戦したいことを記します。このリフレクションノートを日々書き続けて、シミュレーションとリフレクションを続ければ、おのずとあなたのアドリブ力はアップ間違いなしです。シミュレーションとリフレクションは通勤中、退勤中の車中でやりやすいので、ぜひ習慣づけすることをお勧めします。興味を持たれた方は、まずノートをつけることから始めてみてください。はい、ということで本日はアドリブ力向上の話をしてきました。自分語りになって申し訳ないのですが、僕もゲリラ配信で視聴者様から質問いただいた時にうまく返答できるものは、今までの占い師人生において幾度か質問されたのと同じ内容であることが多いです。つまり一度経験している、返答したことがある内容ですので、うまくコメント返しをできているように視聴者様は見えているだけだと存じます。配信中に質問された後、少し間が空いてしまうものは経験がなく返答に困っているというのがすぐにわかると思います。やっぱり全く予想外の質問には全然対応できないので、すごい焦ってしまいます。僕ももっともっとアドリブ力あるなと感じられるように、日々ノートをつけていこうと考えていますので、皆さんも一緒にやりましょう。というわけで本日はアドリブ力をつけるを解説しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づ公開にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。